じゃあね、ストーカー、第7話かな。7話、始めていきまーす。でね、ここ入るのにまず、ドアのキーコードが必要なんで、奥に行きます。行きますよ。行く。あ、そうそう、ここのね、ロッカールーム結構いいもんあるんでね。あさっときましょう。ね。無事記しと。あ、出た。モノリススーツ。これね。まあ、性能的には、ストーカースーツと同じですね。うん。ただ、ナイトビジョンついてないんで、ちょっと不便ですけど。で、ブレランのアタッチメントを、で、ここ、ね、せっかくあるんでね。見栄えもいいし。ああ。困ったな。これ捨てるもんが、あんまり捨てるもんがない。けど、じゃあ、モノリスーツ着て、ロカスーツ捨てるか。ボロボロになってきたしね。ちょうどいいや。飯食って。あとなんかあったかな。エナジードリンク。あ、ユンケル。なんであれ、昔みんな、ユンケルとかのああいう、なんていうの？こう、眠気覚まし的ドリンクっていうか、あんな高いのを、こぞって飲んでたんでしょうね。これ、スナークかな？スナークってですね、スノークだか、スナークだか。よく見ると、キモいっていう、なんか、肉が剥がれて、骨と、筋肉組織が見えてるっていう。先に科学者グループがここに侵入してたんですね。で、科学者グループもそうですけど、みんなね、当然のごとく、こう、ゾーンの中に入りたがってるんですね。なぜかっていうと、もう手つかずの宝の山なわけですよ。アーティファクトも大量にあるだろうし、なんといってもこう、いろんな、その科学実験だとか、研究材料の宝庫なもんで、もうね、みんなね、入りたいと、中に。でも、入ってった人間は、ことごとく死んでると。まあ、死んでるというか、帰ってこないと。で、その謎を探るために、この研究所に来たんでしょうね。これね、ポルターガイストですね。なんか、物を投げてきますけど。なんてことしやがるんだ。物を投げるなんて、なんていうその、原始的な嫌がらせなんだよ。投げるならね、投げ銭とか、いや、すみません、なんか。ない。やめろ。おじさんやめて。で、ここで、なんか、スードージャイアントですか？っていう名前のミュータント。で、なんか、四股踏んだらですね、衝撃やってですね。
ダメージ食らうんですよ。こう踏むだけで、ダメージを与えられるという。すごいです。でも、弱いという。これすごいですね、なんか。顔だけですよ。顔だけお化けですよ。一等身ですよ。ね、昔ほら、ガキツカに出てきたでしょ？顔だけおばあちゃんみたいな。顔だけおばあちゃん。顔がすごいでかい。まさに一等身ですよ、一等身。ここはなんか何回来ても迷いますね。なんか分かりづらいっすわ。発見。でね、なんかこの炎で、こう、炙ってくるですね。アノマリーとポルターガイストが、こう、混じったような、やつがいるんですけど、あれ倒さないとね、出れないんですね、こっから。なんか扉を炎でロックしやがると。なんてことしやがる。タコでしたよね。熱くて開けられないじゃないかっていう、コナミ感。これ、ヘルノブイリ原発ですよね。普通の人間は行けない場所です。本来なら。ドーム中心ですから。なのが、ペア6ですかね。ギリギリ顔が見えませんでしたね。まあ、ね、正しいですよね。個人情報保護の観点からも。この段階では、見せない方が、ね。簡単に顔バレしちゃうと、住所もバレちゃうんでって、何の話やこれ。あ、また荷物が重くなった。なんか捨てるもんは、あ、そうだ。もうね。バブマシンガーは、いらないな。うん。5.45mm 弾が1000発超えてますからね。もう、AK 中心でいこう。で、5.45mm 弾がなくなったら、今度は 5.56mm 弾。西側諸国の銃ですね。それメインでいきます。で、本当は両方持ちたいんですけどね。
ね、いろんな武器使いたいんですけど、重量制限あるからね。しょうがないよね。まあ。で、アーミーが待ってるはずなんで。そっか。軍の連中もあれですよね。ゾーンの中に入りたがってるんですよね。なんて言うんですかさ、なんて言うんですかね、その、ね、先に入って、その縄張りを確保してしまえばいろいろ、ね、お金儲けができるっていうか、ここで、いろいろ調査とか商売したかったら、金払えよ、みたいな。やってることヤクザと一緒ですから、こいつらも。このアーミーとも。正義の味方なんて言いやしたいんですよ。この世界に。ああ。登場人物、全員役に、バカ野郎、この野郎っていう。帯にバカ野郎とこの野郎がつく世界ですよ。ところで、野球やろっか。バベッチへ向かう道は封鎖されてるんで、カルドンに向かうルートで脱出します。でね、橋の上には二人ほどいるんで、ちょっとね、遠回りで。こっちはミュータントいるんだけど。まあいいや。いいですね。フレッシュの目。これ確か、バーキーパーが欲しかってたはずなんで、後で渡して、お小遣いもらいましょう。ミリタリーの連中は、マンゴルバンチットのベースを襲ってどうするつもりなの？すでに全滅させたんですけどね。あれか、全滅させたから、やってきたってことかな。なんて、意気地なしな連中なんだ。所詮サラリーマンだからね。安い給料と、ね、貧弱な装備で、変な仕事させられてるから、やってらんないでしょうね。そう、なんかの、名前忘れたんだけど、なんかの映画で、ドキュメンタリータッチの映画で、ロシアのアフガン
に派遣された兵士のですね、なんかああいうのやったんですけど、それもやっぱりね、かなり扱いがひどかったですね、兵士の。